なんでこの当たり前のことが理解されないのか、勝手に区切らないでください。近年フレイル予防という言葉がよく使われるようになりました。フレイルとは病気ではないけれど、年齢とともに筋力や心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい、健康と要介護の間の虚弱な状態のことを示す言葉だそうです。本市のフレイル予防の取り組みについて市長にお伺いいたします。まず1点目、フレイル予防における現在の市の取り組み状況をお伺いいたします。フレイル予防のため、全身の筋肉を使う運動や口腔の運動、頭の体操などを行っています。また市の保健師と管理栄養士が一緒に健康を届け隊として、地域の商工会加入の事業所、老人クラブやサロンなどに出向き、若い世代も含めた介護予防事業を行っております。フレイル予防の取り組みで効果が上がっていると見られる事業は、今市がやっている事業の中では、何ですかとお聞きしております。今部長が申し上げた通りなんですが、一般的に体を動かす、あとは口腔ケア、これらが健康寿命の延伸に効果があると認められています。はい、事業名を聞いているんですけれども、届けたい元気教室と言われますが、では元気教室について、私これは先ほども言われました口腔ケア、栄養、運動、社会参加がフレイルの 三本柱と言われております。この中で、届け隊はそこへ行って、保健師さん、管理栄養士、等の方が関わる。でもこの元気教室は高齢者の皆様がその場に行って運動をし、そして皆さんとお話をする。これについては広報秋田方の4年の12月号に、体調を崩された方がフレイルの兆候にご自分で気づかれ、そこから生活を見直され、元気教室に通われたことで運動と社会参加を楽しまれておられます。送迎がついていたことによって今後も通い続けたいという素晴らしい、ご判断をされた方のことが載っておりました。これ92歳の方です。こういう方々をもっと増やすことが必要ではないかという思いでおりますけれども、次の質問に参りますが、今後の取り組みについて伺います。今後は実施中の事業内容を見直し、若い年齢層からフレイルに興味を持ってもらえるような事業を展開し、生活習慣病予防改善に取り組んでいきたいと考えております。以上です。若い年齢層からと言われております。では、そのためにですね、今回元気教室の令和5年度の予算が減額されておりますが、この理由というのはなぜか、どういう理由で、減額されているのかお尋ねいたします。これまで他の質問に対してお答えしたのと同じ論理です。財政健全化のためにあらゆる事務事業を見直しています。その一つです。で、先ほど部長が答弁をしてくれているわけなんですけども、改めて理解が難しい方がいらっしゃるかもしれないので整理をしておきます。市としてはこのフレイル対応として、対策として元気教室、健康を届けたいというものを実施しています。その中で体を動かしたり口腔ケアに関するもの、これらが健康寿命の延伸に効果がある、そのように評価をしています。ここまでよろしいですか。それ以外の部分があるので、市としては大枠は見直しをかけました。それが今回の予算編成にも反映されています。市長がずっと言われておりますコスパの問題からいきますと、本当にこの元気教室、介護予防事業によって健康でいられる時間が長くなれば、それだけ要介護の状態が短くなるわけですから、どう考えても介護予防に力を入れること、
も大切ではないかと思います。今回、8期の介護保険事業計画、21年から23年、令和3年から令和5年、これ市長が策定されたものですが、令和3年度、4年度、5年度、ほぼ4800万円で推移しております。それがなぜか今回5年度の予算で突如として2917万3000円、33% の減となりました。推計では令和5年度は4807万7000円、どこに 33% 削減の根拠があるのかをお尋ねいたします。何回も申し上げて恐縮なんですが、勝手な思い込み解釈で市の政策を説明されないでください。大変迷惑です。理解云々を言われたんですが、先ほどの保健師と管理栄養士の理解をされていない状態よりかは市としては把握ができていると思います。で、改めて申し上げますが、この介護予防、フレイル予防を市がしないなどとは一言も言っていません。むしろ力を入れると、そのために若年層から手を打つと言っているわけです。明確に具体的に健康寿命の延伸が大事だと、それに反対する人は一人もいません。その上でです、どれが効果があるのかを市は検証をしています。では逆にお尋ねすることになるんですが、どれが効果があったという認識を持たれているんでしょうか。皆さん、かなりの程度感覚論だと思います。先日ちょうどいい話があったので、ここで説明の具体例として出しますが、通院、高齢者の方は特に病院にね行かれること多いと思うんですが、あれまめに通うと元気になりそうじゃないですか。データとしてそのような根拠は実はないんですね。ないんです。高齢者の方がこまめに通院できるようにしたからといって、残念ながら健康寿命には影響しないようです。でも行政、国、県、市町のレベルでそうした取り組みの推進、往々にしてやってると思います。効果があまり上がらないのです。なぜか感情論で国民、県民、市民がそれは大事だと言ってしまってるから、思ってしまってるからです。故に市としては感情論ではなく、感情ではなく理性として、何が効いてるのか、何が効きそうなのか、それを丁寧に今検証をしているところです。その中において先ほど92歳の例をおっしゃったんですが、それは極めて稀な例だと思います。ボール球をねホームランにするバッターもいるんですが、基本的にはストライクゾーンを打つべきですよ。それが統計です。それが科学です。それが行政の仕事です。ですので、健康寿命の延伸、市民の健康福祉、その増進のために市としては最もコスパが良い、最も効果が見込めるところにお金をつぎ込む、そのように予算を組み替えています。しっかりとご理解ください。はい、市長は若い世代に向けて、舵を切ったように、おっしゃいました。今健康届けたい、これは40代以降の方、20代ぐらい、世代を20歳ぐらい、世代を前に倒していますが、この方々はその後20年後の60代以上になった時に、その影響が出てくる。しかしながら今人口的に多いのは65歳以上の人口が、だんだん増えております。団塊の世代おります。その団塊の世代がちゃんと健康でいる寿命を伸ばすことがコスパ的にですね、この秋高田市のためになると考えます。そういう意味で今回、申し上げているんですが、コスパ的なところで考えてはいらっしゃいな、これは理解できないですか。市長にお伺い。視座が低すぎます。対局を見ても覚えてください。今ご自身が意味軸を言われました。通知が届いても読まれ、市長に申し上げます。言葉遣いは気をつけて答弁をお願いしたいと思います。より的確に使った方がよろしいですか。いや、ではそのように正確な答弁をお願いいたします。私の語彙の範囲で最も適切な言葉を選んでるつもりです。そうです、よろしいですか。適切な言葉でお願いいたします。もちろんです。では改めて申し上げます。対局を見なければなりません。通知が届いても読まない市民がいるんです。それが事実じゃないですか。
それで困ってるって先ほどご自身がおっしゃいましたよね。彼らに対して追加でどういう情報発信をしたら届くんでしょうか。答えられないでしょ、ご自身。極めて困難なんですよ、それは。だとしたらどうするかです。部長が答弁した話にもヒントがあります。その中身が要素が入ってます。言葉を使えば社会比較ナッジという考え方があります。日本人には特に聞くんですが、みんながこうやってますという雰囲気を使うんですね。社会比較なので数字を使います。例えばちょっと具体的な正確な数字がわからないんですが、歯科検診の検診率が8割を超えましたというと、受けてない人は、みんな受けとんの、特に若い世代でみんな受けるようになってます、それが常識なの。そうやって徐々に今まで思ってなかった人も気持ちが変わるんです。直接的に行きなさいよ、受けなさいよと言ってもなかなか聞きません。それは個人の判断だからです。でもやんわりとそこに伝える方法としては、今申し上げた社会比較ナッジ、このような手法が存在します。その一つとして若年層の健康意識を高める、これが有効だと捉えています。なぜか、若年層の方が健康に対してはまだ余裕を持ってしまってるからです。なんとかなるんじゃないかなと思っている人たちが意識を高めていけば、より体力的にはそれに劣る高齢の方であれば、じゃあ私たちは余計に気をつけないといけないね、ロジックとしてはそのように波及すると見込んでいます。これが若年層に今回力点を置く理由です。話をすり替えられておりますが、みんながこうやるっていうのはがん検診の方に使ってください。それは社会比較ナッジと言われてましたけれども、歯科検診、がん検診、それは皆さんになかなか伝わっていないから、言ったことでございまして、一つ前のことです。で、今言ってるのは、若年層に余裕がまだ 年齢的にまだ余裕があるからそちらに重きを置くと言われている。ですが、もう本当にしっかりと自分の体力、そしてこれからの人生の最終盤、それをしっかりと受け止めている市民にとっては、今自分たちの健康を維持するための元気教室が必要であると、それについてもっともっと真摯に考えていただきたいと思います。で、私令和2年のですね、その決算審査の、結果をちょっと見直しておりました。すると思わぬことが見えてきました。そこにはですね、介護保険特別会計地域支援事業、これ令和2年度の決算書です。成果と課題において、課題として元気教室参加5年以上が 81%、 平均年齢が 84.8 歳と、参加者の固定化と高齢化が進行している、これを課題とされているんです。ある意味これは元気教室参加5年以上も参加して、先ほどの方92歳の方のことも入っていると思います。5年以上が 81% で平均年齢が 84.8 歳、これは本当に秋田方氏の平均年齢、よりも、女性だったら 87.3、男性だったら 81.08 ですけども、それを、オーバーするような数字でもございます。平均寿命に近いほど、健康寿命が伸びている、これをですね課題とする、そういう認識自体が問題ではないかと。今私もフレイルを勉強し始めて、特に思っております。この認識がもし市長の認識であるならば、しっかりとフレイルというものを考えていただきたい、と思います。市長、こういうことも紹介していますが、しましたが、これでも認識はお変わりになりませんか。お伺いいたします。私の考えが変わるとかどうかですね、まるで私が今までふらふら考えを変えてるかのような表現は
やめてください。守備一貫したことを申し上げています。順番にいきます。検診はフレイル予防の一貫です。当たり前です。健康診断をきちんと受ける人が増えればフレイルのリスクは抑えられます。なんでこの当たり前のことが理解されないのか、勝手に区切らないでください。まず一体的です。故に社会比較ナッジは検診において使えば、この届け隊等の活動においても当然使います。で、何よりも深刻な勘違いをされてるんですが、よろしいですか。これちょっと長くなりましたが、ご容赦ください。石丸市長、長いのはいいですけど、冷静にお願いいたします。失礼しました。どうぞ。はい、じゃあ順番いきますね。事実を裏側から見てしまう勘違いです。よくある話が、第二次大戦の時です。戦闘機がね、戦いに行って帰ってくると。で、尾翼にいっぱい機関銃の穴が開いてると。なるほど、よく撃たれたなと。で、どうしますか。尾翼を補強する。これ間違いです。なぜならば、本当に致命的なダメージを受けた飛行機は落ちてるからです。尾翼のダメージで帰ってきた戦闘機はほっときゃいいんです。これが生存者バイアスと言います。生き残った方を見て本当の問題と違うものを認識してしまう。よくあるんです。まさにそれをされてます。よろしいですか。この健康を届けたい、そこに参加されている方は結構です。存分に使っていただきたいと思います。ただし、今年齢等の話があった通りね、そこを好んで気に入って使われている方はもう元気なんです、十分。そうではなくて、真にフレイルが心配なのは来ていない方なんです。そして秋田方氏はそちらの方が圧倒的に多いんです。なので、圧倒的に多いこの潜在的な真の課題に対して市は歳出を振り分けました。ですので、今の市長の考えが変わる運というのは、まず事実を誤認されています。解釈が間違っていますので、どうか冷静に話を聞いてご理解ください。はい、元気教室に、来られない方の方が問題だというようなことも言われてましたけれども、元気教室は今登録者、これ元年のことですが747人、それに対応できるほど教室がない、そういうところをもっと考えていかなければならないし、届け隊は成人を対象とした事業です。言われておりますように40代から若い方で、今私が申し上げたのは介護予防事業です。介護予防事業を今半減されたら、そこで元気をみんなと話をし、そして笑い、そして運動をし、そうやって元気で1週間に1回はそういうところに行って元気をもらって帰る、そういうことができなくなる人もいる。もっと増やさなきゃいけない時期にへすことは、今の段階で健康寿命を本当に切るような問題だと申し上げているわけです。しっかりとコスパの問題と言われますけれども、令和5年でも同じように、しっかりと元気教室が動き、健康寿命を伸ばそうと頑張る高齢者のことも考えていただきたいと思いますが、これについてもう一度お伺いいたします。もはや質問が何かよくわからなくなってきてるんですが、コスパコスパと言われながら一方で感情論を振りかざすのは大変答弁に困りますので、どうか冷静に整理をしていただきたいと思います。よくわからないので市の方針だけしっかりとお伝えしておきたいと思います。単純に削減をするのではなく、より効果的な施策となるように見直しをした、これに限らずです。あらゆる事務事業をそのように今再編をしています。で、大前提としてもう一回この質問の中で、一般質問の中でお話をしておきますが、市の財政というのはこれから毎年約2億円はちっちゃくなっていきます。今200億ぐらいあるんですね。毎年2億ずつは減っていくんです。そうした中、事業を減らさない、
削らないというのは不可能です。できもしないことをのたまうのはやめてください。市民のために一切なりません。最後に、質問させていただきます。市長は介護費用と介護予防費用と一人当たりどちらがかかると思っていらっしゃいますか？何か最後アゲンショを取って終わりたいのかなと勘ぐってしまうんですが、一般的に現状です、介護費用の方が高くつきます。なぜならば介護予防費用にあまりお金を使ってないからです。単なる事実です。市の見解ではありません。はい、市長が事実を答えられましたので、私の一般質問終わります。